こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットを始めていきましょう。はい、今回はですね、浅草サンダーボルト戦ですね、11位となっております。まあ、最も油断は禁物です。まあ、勝ちに行くっていうのは変わらないと思います。じゃあこのメンバーで行ってみたいと思います。さあ、浅草ライジンスタジアムから、お送りいたします。アウェイではあるんですが、勝率は上回っております。さあ、キックオフです。おっと、上がりました。これは届かないでしょうね。さあ、しっかりボールをキープしていきたいところ。ユーナ、うーん、チャンスだったんですけどね。幸子、ファールですね。さあ、くるみが蹴ります。今度はコーナーキックになります。さあ、さつきが蹴って前に押し出した。捉えてしまった。ちょっと戻るのが間に合うのか。おお、取りました。危ない、危ない。さあ、スタミナも見ながら、早めの交代を心がけていく必要はありますね。おっと、捉えてしまったぞ。さーっと抜けられた。おっと、夏木の正面だった。これはちょっと助かりました。ちょっとスタミナが思った以上に消費してますよね。さあ、攻められている。おっと、どうしたものか。さあ、スローインです。ちなみに、相手の方がスタミナを温存してるよな。おっと、捉えました。お、みゆきがちょっと疲れてますね。は、あやかに交代です。さあ、幸子が取り切りました。さあ、反対サイドへ。さあ、節子、ストッと、これは、ここで前半終了です。さあ、後半いきます。相手はすごいスタミナを、所持してますね。後半になればなるほど。苦しいとは思います。とさつきナイスと思ったら
また取り切りました。さあと今度は7個を入れましょう。さつきの代わり、さあ早くも交代枠使い切ります。さあこぼれ玉だ、くるみくるみだとチャンスだったんですが、そううまくはいかなかったんですね。さあライダー早い、なんだこのスピードは。なんとゴール前もつれ込みました。と外に出しましたね。ここでさあここで交代、ライダー降りましたね。さあ窓かにくるみが出て合わせる、ミューナ決めない。まあな、サヨが守備が硬いですね。このチームは同点に持っていくのがやっとかな。ニキータも早い。さあユーナ、そこをくるみが、くるみナイス、一人で決めちゃえばいいんですよ。さあナーコが取りましたが、これ外に出ました。ん？ちょっと謎の動きが多い。なんていうか連携がうまくいかないんでしょうね。市村、おっと市村抜け合えた。さあここはもう夏木が早めに反応しました。くるみからクラリス、おっとニキータに渡ってしまった。ここら辺の取られてしまうのが早いですね。速攻、内村も早いぞ。さあここは気をつけろと、オフサイドですね。さあもうほとんど時間が残っていません。あ、試合終了ですね。スコアレスドローでした。スタミナ面の強化が課題になりそうですね。くるみ、これチャンスだったんですが、うん、攻めきれなかったですよね。まあ、夏希の手際良さに助けられた感じはあります。結局は、両チームとも攻めきれずに、引き分けに終わりました。はい、ということで課題を6ついただきましたので、これでまた強化ができますね。今4位ですね。勝ち点は7。さあ次は筑波田ガマと行います。強いのは確かです。アリサすごい強いな。だこれ獲得すればかなりいいんですけどね。さあ次の、筑波田ガマの試合を見てみましょう。一昨年優勝してるチームなんですよね。ということは強いっていうのは分かります。なかなか層が厚いチームだと思いますね。
ふりふりは否めない感じです。はい、というわけで、本日ここまでとなります。またチャンネル登録高評価などもよろしくお願いします。この動画最後の20秒で関連動画プレイリスト表示されますので、よろしければアクセスしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。